自分を傷つけても何にも解決しないよ。今月のお家賃をいただきに参りました。家賃厳しいからお前誰かルームシェアできそうなやつ探しとけよ。あいつ金払ってない。食い逃げか。こんなふざけたやつぶん殴って警視庁に突き出さないと。ねんねんだよ。店長からルームシェアしたい人間探してるって聞いたんで。おーい、ここはタバコ禁止で。吉本さんは普段何やってるんですか。野菜作ってんだよ。仲良くしようぜ。ああ、おやっさん金貝さんとなり酒飲んどんね。お姉ちゃんお店手伝ってくれへんか。直美はうつらしいですけど。違います。人間の価値ってどこで決まるか知ってる。俺らのことずっと見てるよな。僕本書いてまして。こんなところで何やってんの。帰れって。モデルにするなら直美モデルにしろよ。前科者で奴隷だからユニークだろう。